タイの味の素、ヤムヤム、テムテム、トムヤムシーフードフレーバー、揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は細い角断面でエッジがクッティしています。やや気泡感がありボソボソした歯ごたえですが、食感は軽快です。量は少なくすぐに食べ終わってしまうように感じます。スープは濁り感があります。酸味が一番強く、次いで辛さと旨味がきて、甘みはほどほどです。各要素のバランスが良く、高級感はないですが食べやすい印象です。一応海鮮っぽい旨味が出ています。具は細いカニカマが入っていますが硬いです。わずかにイカのかけらが入っています。やはり味の素だからか、旨味の出し方は他の大勢即席麺よりも日本人の感覚に近いです。